パンプキンセンターは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、オンスロー郡にある、国勢調査指定地域。人口2228人。ジャクソンビル首都圏統計局に属する。パンプキンセンターは、北緯34度46分57秒、成形77度21分53秒、北緯3 4 7 8 2 5度、成形77.36472度。 34.78250-77.36472に位置する。総面積は1.4平方マイルで全て陸地。2000年の国勢調査では、人口2228人、734家族、609世帯が住んでいた。人口密度は平方マイルあたり百四十一人、5 6 6四平方マイルに平均六十九の住宅が、 あった。人種構成は、白人68.94%、アフリカ系アメリカ人19.08%、ネイティブアメリカン0.49%、アジア人3.32%、太平洋諸島系2.78%、その他の人種及び根結4.13%、ヒスパニック、またはラテン系6.46%。 18歳未満の住人がいるのは41.8%、夫婦で同居が68.1%、独身女性が11.2%、家族ではない世帯が16.9%、単身世帯は13.4%でうち4.6%が65歳以上。平均世帯人数は3.04人、平均家族人数は3.30人。 18歳未満が30.7%、18歳から24歳が9.4%、25歳から44歳が28.8%、45歳から64歳が23.5%、65歳以上が7.6%、平均年齢は33歳。女性100人対して、男性97.0人、18歳以上の女性100人に対して、 男性92.8人。世帯の平均年収は42,730ドル。家族の平均年収は42,443ドル。男性の平均年収は39,11ドル。女性の平均年収は21,122ドル。一人当たりの年収は16,144ドル。人口の3.9%、家族の 約3.0%が貧困性以下の生活を送っている。ありがとうございます。